おはようございます。今日は2020年の10月の9日でございます。昨日ですね、東海道は53次を全部通り抜けてきたわけでございます。そして、今日京都にいるんですが、次の目的地、最終目的地大阪へ向かう前にちょっと今日は、ね、休憩の予定です。もともとすごい疲れるかもしれないから1日空けようと思っていました。それからこの雨です。で、なんなら明日ですが、明日もなんか台風が来るかもしれないみたいな話になってるんで、明日は休みにするかもしれません。そのぐらいの、ね、日程の余裕は実は持った上で行動しておりましたので、問題はないんですけども、ということで今日は、私が京都でダラダラする動画ですから、53次シリーズ、東海道、東京大阪自転車の旅シリーズか、それのちょっとなんですか、合間みたいな感じになるかもしれませんけど、楽しんで見ていただければと思います。僕朝ね、7時に起きたんですけど、ずっとゴロゴロしまして、もう9時40分です。今から朝ごはんを食べてきます。館内で着られるこういう部屋着みたいなやつがあってですね、これで朝ごはんとか食べに行っているらしい。僕ちょっと痩せすぎてあんま似合わないんですけど、これ着ていこうかなと思ったんですが、大事なことを忘れてました。今ね、もう9時45分とか50分ぐらいなんですが、10分後に、ゼミがあるんですよ。僕大学生だから。で、Zoom で今やってるんですけど、どうしようかな。で、朝ごはんも10時までです。だから10分後にはゼミも始めなきゃいけないし、朝ごはんも食べに行かなきゃいけないわけですよ。これは参ったな。ひっくり返って、遊戯王のマット動画とかね、そんなの見てる場合じゃなかった。大体、こういうホテルの朝ごはんっていうのは素晴らしいですからね。これジュースもうまかったですけど、これいくらでも持ってきてもらえるのかな。かなり質が高いと思います。パンジュ、パンなんですけど、パンがね、これ1、2、3、4種類つけるものがある。これはマスタードかな。これ食器とか家具とか中のやつが全部もうまとめてこのホテルでデザインしてるそうですが、結構ずっしりしてるんですよね。いいもの使ってるでしょ。それからこれだよな、冷めないように早く食べちゃいたいところだけど、ここでゼミやってるわけでこうやって食うとのはそれいかがなもんかなと思うんです。あんま舐めたような態度取ったらね、大学とか他のみんなにも悪いですから、ちょっとこれが終わるまで待ってから食べようかなと思います。飲み物だったらいいでしょう。アイスミルクね。いいわな。それしか言えることなくて申し訳ないですけど、外国でもこういうのよく食べますけど、外国で出てくる朝ごはんのスーパーハイクオリティバージョンみたいな感じだ。よし、終わったからじゃあ食べよう。うまそうだな。これうまいんだけど、パンがこれじゃ足りなくなっちゃうと思って、こんないろいろあるのに、もうこれとパン食べるだけで全部なくなっちゃうから足りないなと思ったらね、今なんか教えてもらったんですけど、全部おかわりできるんでおっしゃってくださいね。全部おかわりできるってのは、これもおかわりできるってこと？もうおかわりできるの？その言葉を信じて全部食っちゃうパンはまたもらえるんでしょ。怖いものはない。パンをいただいてもいいですか？あ、そうですね。じゃあもう1セットお願いします。確かに持ってきてくれたわ。今度は自分好みなんかカスタマイズして食べようと思います。パンにマスタード塗って食べるってのは初めてだわ。本当は今日はいろいろ観光しようと思ったんですけど、この天気じゃね、京都は雨の方が素晴らしい場所もあるかもしれませんけど、引きこもっておとなしくしてるってのもいいんじゃないですか。いいところに泊まってんだから。あんま辛くないしね。僕辛いかどうかっていうのは結構僕にとって重要なことなんですけど、これを塗ったパンを食べるとそのパンそのものが甘く感じるな。普通ねこういうので甘さを追加して食べるんですけど、パンの性能が変わった感じがするわ。今回はいろいろ撮影に際してもご協力いただいてますんで、
普通の部屋、スイートじゃない部屋もあるわけですから、それどんななんですかってんで、お願いしたらね、普通に見せてもらって撮らせてもらえることになったんですけど、まだ見てないんですが、それこちらでございます。天井高っ。これわかります？あ、こういう感じなのね。まあ部屋の広さはやっぱさっきのスイートとかと比べると、そこまで極端に大きくはないですけど、これすごいな。これようやくベッドのこの辺の高さですからね。普通の部屋の高さの2倍ぐらいあるんじゃないですか。もう一個ここに部屋作ろうと思えば作れたと思いますけどね。あ、こんなにあるんだ。なんか部屋数とかも少ないしね。相当贅沢な作りだなと思いますけど、これ作ってる、このホテルを作った人たちがめちゃくちゃこだわりを持ってるらしいですよ。寝てみたいけど、寝ていいのかな、ちょっといいかどうか聞いてないんで、高さを感じるだけにしておきますけど、すごいね。いろんな仕組みがあるんですねと思いましたけども、まあそうそうね、チェックアウトしないといけませんので、今日はこの後はもう旅館行って本当に寝てるだけでいいか、お寺とか見て回ろうかなと思ったんですけど、雨の中行くのも大変ですしね、いいんですよ別に。京都を観光しに来たわけじゃないから、京都までの道中を楽しむ、道中を楽しむっていう経験が今回の一番の目的でした。よし、じゃあ行きますか。これちょっと待って、結局使わなかったですかね。スイートルームってのは何泊もするもんなんだよな、本来は多分。これも着さないと。よし、じゃあ行きましょうね。多分ここら辺のこういうやつとかね、本当めちゃめちゃ価値のあるやつだと思うんで、まあ、僕があまり知らないのが大変申し訳ないんですけど、まあ、詳しい方はこれを見て、おおってなってくれればなと思います。せっかく都に着いたけど、この天気ではあまりやる気になりません。とりあえずは京都タワーのほど近く、まあ、京都の駅のあたりまで行って、少し時間が経つのを待とうかと思いますが、本願寺にでも行きますか。目的地は本願寺です。東本願寺の向かい側に、私の今日伺う別の旅館があるということになっております。来たのは初めてなんですけど、本当に真向かいだった。私の知り合いのですね、まあ、旅館のとか仕事とかいろいろやってるところからですね、紹介してもらったところでして、本当にいいところですよと聞いてます。もうなるべくね、最近は撮影とかコロナの関係もあって相談してやれるところがいいってことでですね、コネのある旅館とかそういうところを中心に泊まってるんですけど、まあ、しかしいくらコネがあるからっつってもね、まだチェックインの時間から早いですから、もうちょっと早く来ちゃったんですけどいいですかって言ったら、いいですよって言ってもらえるような気もするんですけど、あんま傲慢にはならず少し時間潰してから行きましょう。ほら、もうすぐそこです。泊まれば七条ステーション、あそこの中でなんか食べれば間違いないわ。旅館に電話したんですが、もうね、いつでも来ていいような感じでしたし、まあ、実際にもう3時になるので、遠慮なく伺ってよろしいでしょう。これですね、ズボン、お店に入るときに、まあ、やっぱ脱がないといかないわけですから脱ぐんですけど、よく考えたらびちょびちょのこれを入れるものがないなと、これは良くないと思ったんですが、コンビニ行ってね、これを買ってきました。最近はレジ袋が有料になったじゃないですか。あれ大変ね、便利なことでして、まあ不便なこともいっぱいあるんですけど、レジ袋だけ欲しいときに3円とか5円とか払えばこれ売ってくれるんですよ。だからそれね、よくやるようになりましたね、最近は。はい、さてそれで本願寺の前に戻ってきましたよ。これです。はい、着きました。もうね、実はもうあまりにもびちょびちょで、また自転車なども持ってきた状態だったんで、中にお邪魔して部屋にも通していただいて、その後でまたカメラを回す、まあ、最近ではそんなパターンになってきておりますが、これ建物どのぐらい古いと思います？これ私は最初に外見た時に、あ、これなんか新しそうな形してるけど、そしてリノベーションとかしてるけど、絶対めちゃめちゃ古いやつだなと思って、入ったんですが、まあそれはね、答え合わせはまた後ほどって感じですよ。そうですね、自動ドアじゃないですか。これまた入ったらね、ありがたいものがあるわけですよ。これ私の靴ですけども、
草津から出発して、まあ、要は昨日ですね、昨日の一日の工程でもうびちょびちょになっちゃいまして、一回びっちょり濡れるとそこになんか水の通り道ができるのか完全に乾かない限り、またちょっとのあれですぐ浸透してきてしまうんですよね。かなり堅牢な靴のはずなんですけど、もう刀折れてイヤーズ来たという状態で、どうやってこれを乾燥させるかっていろいろ考えていたんですが、こんな立派なものをですね、置いていただいたようです。ちょうど最近なんか導入したらしいんですけど、まあこれで、まあ、大丈夫でしょうね。手を入れるとだいぶあったかいわ。残り35分で乾いちゃうの。玄関だけでも紹介するものが多く、なかなか先へ進めないわけですが、この階段、これですよ。あ、これはもう明らか最近作ったものじゃないなと思ってですね、まあ、見るとこう3階建てなわけですね。でこの上まであるんだけど、この階段を見にはまあわかるんですよね。わかります？これめちゃくちゃ急なんですよ。まあ、僕の足のこの感じの角度をお楽しみいただくとね、まあわかるんですが、こいつなんですよ。垂直な足がちょっと外向きにガニ股でないとちょっと登るのが難しいような階段ね。まあこれでも登れますけど、もともとここにあった宿坊を大正5年になって買い取って宿屋としてそこから営業しているということで、大正5年にはすでに普通に存在していた建物を旅館にしているわけですから、要は明治時代に作られたものだということです。でもそうは思えないですよね、いい意味で。こういうところに部分的に明治を感じしつつ、部屋の中などは十分快適に作られています。まあ、どの部屋にするかも選べるということで、あ、じゃあここでお願いしますと言った私の部屋はですね、結構いいところだと思うんですが、このうねうね感がいいな、またね。はい、こちらです。かわいい花、僕に似合います。こう言って、こちらですね、この襖すってあげる。これがまた昔の旅館って感じでいいわけですけどね。昔からこういう結構しっかりした個室タイプだったんだな。はい、中に入りますと、ちょっとまあ私の荷物なんかがあるんですが、はい、こちらでございまして、見てもらいたいのはね、天井ですよ、これ。立派な船底天井でございます。普通に昔からあるのにそのまま使ってるらしい。で、さっき京都駅のところに地図があったんですが、ここもともと何だったのかっていうと、やはり向かい側の東本願寺の宿坊だったということで、当時からこんないいしつらいなわけですから、これなんかもすごいと思うんですけどね、え、こういうの、すごい作るの大変なわけですよ。いいものなんですよ、これは。宿坊っていうのはそんだけ豪華な場所だったんですかね。そんな普通は多分めちゃめちゃ豪華ってことはないと思うんですけどね。それで、まあ、旅館といえばね、楽しみなのが部屋に通されて最初に置いてあるお菓子なんですけども、ここはすごい、こういうやつが来ましたよ。なんか大概ね、お土産物みたいな感じの包みに入ってるやつが1個置いてある。まあ、それ十分ですよ。ここは12分って感じだ。しかも、まあ、これね、たった今気づいたわけですから、カメラ回してるところに気づいたんですけども、これはなんか鶴の折り紙みたいな感じなんですよ。こんな風にできるんですね。僕折り紙全然できないんですけど、これは危うく気づかなかったかもしれない。それを言わずに、ここにこんなんありますよとか言わないで、こう、さりげなくやるっていうのがまたすごいところなんだろうな。これなんでしょうね、きなこ餅。うまいな、これは。わらび餅の中にあんこが入ってるみたいな感じ、実際は知らないですけど、私知識がなくて。うまいってことが分かればいいんですが、食べ方がまずそうだから、それすら伝えられない。よく冷えてる。時期に合ったサービスって嬉しいですよね。この内装の特徴を挙げればキリがありませんが、丸いこの窓も昔のまま、元のものを使っているというから、明治時代にはこういう形だったわけですね。それからこれもすごいですけども、この立派な縦の床の間のところの柱はサラスベリでできているんだそうです。さて、それで自分の好きな浴衣を持って、あ、浴衣忘れた。今コロナ対策ということでね、お風呂完全貸し切りになってまして、この札を持ってって、それでお風呂を貸し切り、自分専用の場所として使う。でも本当に言われなければ大正時代から営業してる旅館だとは分かんないでしょうね。でも分かる人には分かるから、それでも価値を感じる人にとっても、まあ、そうでない人にも嬉しいと。風呂はね、この下だったかな。すいません、ここにありましたわ。いいですね。僕もこんな上手な字書けるようになりたいな。僕習字めちゃくちゃ下手くそなんですよ。ヒノキの香りが入ってくるぞ。すいませんね、どうしても曇っちゃいますけど、このマスクを感じる香りっていうのはね、とても素晴らしい。最近のコロナの関係で得た別の資格の一つですが、
取ればもちろんもっといい香りになるわけです。このフランスが全く持ちってね、さっきおかみさんから伺ったんですけど、これね、回収して20年らしいんですが、20年経ってるようには見えんわ。僕が2歳の時に回収したってことでしょ。湯加減も僕好みで大変ちょうどいいんですが、カメラが曇ってしまいました。レンズの内側が曇ってるから結構やばいような気がしますけど僕がここでいい感じにお風呂入ってるの見えます？ちょっと見えますね、まあ、これお湯の温かさとかも感じてもらえればと思うんですが、じゃあすいません、お邪魔します。撮ってください。はい、もう本当に隅々まで出動されるんですね。なんかその入れ替えの時にね、はい、もうザザッとって言ったらいいけど、あ、ここまでされるんですか。それね、髪の毛だったりすると、あの、いいのかが使われる時で、はいはいはい、いや、ありがとうございます、もうこんなやっていただいて。とんでもないです。させてもらってるんですけどね、どこね、触れてるかとかもね、わからないですよね。まあ私もなるべくね、あの、触れないようにとは思ってやってはいますけども、とは言っても、あの、ね、お客さんがどこを触るかは予想できないですからね。そうなんですよね。じゃあそっちまで行くと、なんか私がまた入るようになっちゃうんで、この辺で置いてまします。すいません、はい、いえ、とんでもないです、ありがとうございます。掃除風景を見学させてもらったんですけど、これもあれだな、僕が不用意に触っちゃうとね、掃除した意味がなくなるんで、このぐらいにしとこうと思います。まあ、風呂場の中も見せてくださいって言ったら、多分見せていただけたとは思うんですけど、6時からね、夕飯の時間ですよ。そのためにお腹減らしておいたんだから、正直さっきの昼ご飯もうちょっと食べたかったんですけどね。やっぱどの宿がどういう風に対策してるかとかね、結構私見るの好きなんでいろいろ見せてもらうんですけど、でも掃除風景ですからね、掃除の風景のところに宿の関係者じゃない人がこう立ち入ってって、それでなんかあんまこうあちこち映したりとかね、変なとこ触ったりとかすると、それ結局僕が、あの、掃除をリセットすることになるんじゃないかというような気がするんで、あんまり細かくは見ないで、あの、早々と出てきました。さて、今ね5時半ぐらいなんですよ。6時から夕飯ね。これすごいですね。嬉しいですよ。もういきなり撮ってるんですけど、よろしいですか。ありがとうございます。これは美味しいですね。近江牛に今日ご準備した飯の方は、滋賀県のマスターピース、はい、マスターピースという第2名です。京都はご存知ですか、はい、あの、はい、ビールで乾杯じゃなくて、日本酒で乾杯っていう条例ができる。あ、条例そうなんです。ですからぜひ乾杯を。あ、これですね。はい、はい、ありがとうございます。うちの若旦那が、はい、こちらの器の方は、京焼きで、はい、あ、お作りになられたんですか。こだわって作っていただいたものです。あの、各お部屋の方にこのように、はい、あ、この置いてある貯金、はい、のものも、これも全て京焼きで、お花棒特製で。そうですか。はい、全てのお部屋、一応、あの、アマビエのコロナ対策と、はい、あとは12ヶ月のお花と、を使って。なるほど。はい、おー、京都のフランスです。みんな、美味しそうですね。私の過去の見たものですね。あと、サバ寿司、はい、はい、お持ち合いの感じです。はい、なんでまた、この幸せなことです。ありがとうございます。ね、はい、東京にいるとやはり強風はなかなか食べる機会がないもんで、あ、おっしゃっていただけるとこれを楽しみにしておりました。あ、ありがとうございます、ね、こういうところよく来てくださいました。いや、ありがとうございます。もう、あの、ずぶ濡れの状態でご面倒も多かったと思うんですけどね。なんでもね、大変でしたね。まずお砂糖を少し入れます。あ、そうなんですか。へえ。まずお肉だけで召し上がっていただきたいと思います。はい、はい、決まりました。あ、もうできましたね。はい、お肉まず召し上がっていただきましょう。はい、おー、はい、すごいですね。召し上がってください。はい、いただきます。まだ十分熱々ですね。いただきます。はい、どうぞ。おー贅沢ですね。ありがとうございます。
達成感のある味です。ああ、すごいここお肉お肉あのね、うん、やはり草原とか土地というか、うん、広大な土地のところで牛を飼ってらっしゃるので、はい、やはりあのすごく優雅な味というか、うん、はい、大変あの恵まれた場所で育ったお肉なので、うん、近江牛は本当にやはりひとしお美味しいと思います、うん、はい、良い人生を送ってきたんですね、この牛なりに。あ、そうですね、すみません、ありがとうございます。綺麗な近江の、はい、ね、琵琶湖の清流で日本酒が作られてますから。あ、そうですか、はい、美味しいですよ。あ、透き通るような味ですね。あ、はい、僕は全然日本酒はあの素人なんですけども、あの透き通るような感じです、本当に。京風のすき焼きというのはまず最初に肉をやった後、こうやって今度は野菜とかもやるんですね。で、そうなんですよ。九条ネギというのは実際に九条のあたりで作っているんですか。昔はそうみたいですね。あ、そうですか。今はね、いろいろな場所ですけれど、あ、その品種の名前のことを九条ネギというんですね。はい、よう使うんです。やはりもう町の中でもあの観光客に出すような名物じゃなくて、実際に普段の人たちの中でも使われてるんですね、九条ネギは。ここも九条ネギばっかりですね。あ、そうですか。はい、例えばね、毎日あのお菓子で八つ橋ばっかり食べるかっていうと、そういうことはないと思うんですけどでも九条ネギは普及してるんですね、はい、いただいてます。これが関西の美味しいすき焼きです。あ、そうですか。野菜の旨み、そうですね、はい、お肉を炊き上げるような形になるので、うん、野菜で作ってるようなものですね。そうです、そうです。それじゃあ左から、はい、サワラの塩たたきでございます。皮にしっかり塩をかけてバッと炙っておりますので、で右手から右の奥からちょっとね、時期が外れてると思われがちなんですが、これからすごく脂が乗っておいしくなる歯も京都なんです。そうですか、なんか初夏っていうねイメージがありますけど。そうなんですよ、 実はあの産卵前なので、今からずっと脂が乗り始めて、本当に美味しいのは今なんですか。そうなんです。あ、知りませんでした。そうですか。で、奥の一つが浜の焼き霜、はい、こちらはですね、これ違うものなんですね。そうです。奥は、ね、皮目と表面を軽く炙っておりますので、こちらも、はい、こちらはですね、この、刺身醤油、はい、をつけてお召し上がりください。はい、ありがとうございます。手前側のよくある落としでございます、はい、こちら梅肉ついてるんで、このままでもいいですし、少し醤油つけてもらって、うんうんうん、で、最後こちら、さっきまで生きてた車エビの、あ、そうですか、はい、お作りでございます。へー、はい、長くなりました。いや、とんでもないです。あの、興味深いですね。ありがとうございます。ありがとうございます。どれからこれ食べようか迷っちゃいますね。なんかどれもいいタイミングじゃないですか。じゃあいただきますね。どうぞ。あ、この刺身醤油もちょっと、なんかあれですか、なんか工夫がされてます。若旦の特製です。あ、そうですか、やっぱり。へえ、いただきます。うん、すごいね。すごいでしょ、うん、今まで生きてたのに、ね、生命力を感じますね。全然違いますね、普通のと。いただきます。あまりね、生のこれを炙ったものってないですもんね。ものすごく新鮮な。あ、そうですか、うん、いただきます。このぐらいでいいかな、醤油。はい、じゃあいただきます。ハモって結構珍しいお魚ですけど、いいところに行くと出していただく機会も多い魚だと思うんですよ。京都は特にですよね、うん、あ、そうですね。でもこういう味わいは初めてです。あ、これもいいですね。ここから出たらどれぐらい伸びるかっていうのは、あのずっと試すためにやっております。はい、伸び放題の状態ですけど、すみません。とんでもない、とんでもない。ありがとうございます。で、まあ、ある種昔通りの正式な利用をしようと思ったら、先に本願寺を参拝してから来ると昔スタイルになるわけですね。なりますね、なりますね、はい。私も来る前にせっかくあるんだから寄っていこうと思ったんですけど、雨が降ってるからと思って、ね、伸ばしてしまった。明日の朝ね、
東本願寺は6時には開くんですよ。そうですか。朝7時からお朝時っていうのがあるので、はい、食事の前に少しどうですか。あ、それはいいですね。ちょうど僕も毎日早く起きてばっかりだったので、ちょうど朝これから早く起きて明日何しようかなと思ったところだったんです。本当朝7時で、もう一本西に西本願寺があるじゃないですか、うんうんうん、あそこは5時開門の6時からお朝時なんですよ。あ、それちょっと厳しいですね。本当おかみさん直々にこんなに面倒見ていただいちゃって、うまいもんたらふく食って、昔の人も京都来たらある程度これに近いことやったんですかね。牛肉は江戸時代は食べなかったですけどね。これですよ、幸せなことだよ。頑張って京都まで来る楽しみはねこれでしたから、ごちそうを用意しておいてもらうというあらかじめのお話でしたんでね。今回のこの食事の素晴らしいのはただ美味しいというだけじゃないですよ。美味しいものそれを通じて食文化を楽しむことができて、それが一番いいんだな。大変勉強になるお食事です。あとね、自分が関東の生まれでよかったなと思う一つがね、関西弁を聞くととても旅情を感じるんですよ。遠くにいるっていう実感が、関西の人が標準語聞いてもどうなんですか。僕は関西人じゃないからわかんないですけど、あまり旅情を感じるってことはないんじゃないですか。これはね、関西弁を喋らない人間の特権なんですよ。世の中にたくさん一緒にいるだけで旅情を感じることができる人がいるなんてすごいことです。これまたいろいろ乗ってるわけじゃないですか。で、タコがあってね。タコかと思って食べたんですよ。そしたらね、めっちゃ柔らかい。一回もまだ歯で噛んでないんですけど、吸盤が全部口の中でバラバラになってほろけ散りました。なんだこりゃ。あんまりにもすごいものを目の当たりにすると笑っちゃうんですけど。これも、カモでしょ。ほー、カモかと思って。カモのスモーク、おー、いい匂いだ。ふかふかのクッションみたいですね。で、今度ここにも卵焼きみたいなのあるじゃないですか。はぁ、卵かと思った。卵じゃないです。中になんかお刺身みたいなの入ってるな。お刺身かな。サバとね、生姜が全部セットになって入ってました。さあ、それで超ゆっくり食べました。なかなかやっぱお腹いっぱいになるんで、少しずつ減らしながら減った分を補給するという食べ方をして2時間もかけてゆっくりいただいたんですけども、デザートなんですが、なんだこれと思って、ね、なんかこんなのが届いて、デザートでございますって言って持ってきていただいたんですけど、これはなんかブドウみたいな変なものが乗ってるぞと思ってですね、これですよ。これわかりますか。これは、すみません、この紫色のは何ですかって伺ったわけですよ。そしたら、ブドウでございます、こんな大きいブドウがあるんですかって言ったら、ね、神が買ってきたんですっていうふうに、おかみさんが買われたらしいんですけども、こんなでかいブドウあるんですね。信じられない。しかもこれ、まあ、ちゃんとこれに乗るようにだと思うんですけど、後ろのところは切ってあってこれですからね。これこの大きさ分かります。これもう、まあ、分かると思うんですけど、このおちょこの下の部分とほぼ同じ大きさですからね。こんなんあるんですね。一口で召し上がってくださいって言われました。すげえな、これ。このまま食べられるのかな、これもしかして。そういうもんなのか。あ、皮が薄い。これ、シャインマスカットみたいに皮が薄いの。何それ。皮が薄い巨峰だって珍しいのに、
それでこんなにでかい、まあ、逆に言えばこのでかい巨峰ってだけでも珍しいのにこのまま食えるのか。うん、うん、ぶどう一口でハムスターみたいな感覚で変わっちゃう。それで種はないと聞いてますよ。こんな超次元の世界からやってきたブドウがあるのか。どうやって作るんだこんなもん。信じられない。これもほんと素直にびっくりします。都にはいろいろ変わったものなんですね。これほうじ茶ムースらしいです。うん、うまいわ。よし、じゃあ全部いただきました。まあ全部っていうかもうほんとに 100% じゃないですけどね、94% ぐらいいただいたかな。ちなみにお食事はどこでいただいたのかというと、お食事会場があるんですけど、今回は撮影のためなのかな、もしかしたらあの普段でもそういうのがあるのかもしれないですけど、空いてるお部屋がありましたので、そこでね、あの個室スタイルでいただくことになりましたが、これですよね。いや、これはやっぱり旅館の醍醐味ですよ。ご飯食べ終わったら自分の布団、部屋に戻る布団が敷いてあると。もうこんなん旅館行ったらどこもそうだろって言われたらそうなんですけど、別にここ特有のものではありませんが、これがね、ご飯終わった後この布団のところでゴロゴロしたりとかするのがいいわけですよ。お腹いっぱいになるじゃないですか、ね、そのまま寝ちゃうとまだ歯磨いてないからな。こんな舐めた態度で悪いですけど、もう東海道の旅の道中いろんなメールとかもほぼ無視っていうかね、ちょっと後にしてくださいみたいな感じのことしかやってなかったんで、仕事のメールの返事などここですることにします。最終的に暗くなってしまいましたが、布団のこの快適そうな音は聞こえるでしょう。ぐっすりここで眠らせてもらおうと思いますので、どうもまた明日よろしくお願いします。明日も休みの予定です。雨が降ってますからね。おはようございます。今日は10月の9日ですね。いや違う、今日は10月の10日です。目の前東本願寺、時刻ただいま6時56分です。本当はもうちょっとね早く来る予定だったんですけども、ちょっと緊急の用事があってですね、それで少し来るのがギリギリになってしまいましたが、7時からこの本願寺でイベントがあると、まあ、イベントじゃなくてもっとちゃんとした名前があるんですが、僕はあの正確な名前を忘れてしまいまして、まあ、イベントと今呼んだんですけども、このイチョウ並木のもう真向かいのところ、もう本願寺目の前ですから、朝のそういうのがあるんだったら行かない手はないなと思いまして、それで見学に伺ったわけです。お水が欲しい。傘もね貸していただいて本当に助かることです。立派なもんだ。まあ、ちょっとそのイベントそのものはね、さすがにカメラ回したら多分失礼に当たると思うんでやめとこうと思うんですけど、それで朝のイベントにも参加してきました。今はね朝の8時10分です。イベントというのはね、まあ、正確な呼び方は私は知らないんですが、まずお坊さんたちが大勢で来て、大阪で威厳あるお経の読み上げをして、でその後、お坊さん、別のお坊さんなのか、来られてですね、浄土真宗の成り立ちを説明するような、まあ、歌みたいなものをまた読み上げて、そしてその後は、お坊さんの法話ということになりました。そう、結構ね法話っていうのが面白くて私は聞きに行くのが好きなんですけども、あの今日はなんとうちの近所におられるお坊さんがねちょうどやられて私もびっくりしたんですが、あの内容はね、まあ、コロナ時代ということで、リモート法事というものがあると、でそれについてどう思うか、まあ、それはお坊さんとしてはもう大いにやるべきであって、浄土真宗ですから、お念仏、南無阿弥陀仏ということをみんなで唱えるという場所が、生まれるということが、それが一番望ましいことであって、また私たちも日々南無阿弥陀仏と自分で意識して自分の耳に入れるということが、まあ、どれだけ重要であるか、大変重要であるから、だからそれを続けなければならない、続けていきましょう、そういう話をね、あの聞きました。このお寺ですよね、すごい大きい。明治13年に建て始めて15年かけて完成して重要文化財になっているそうです。そんですぐ迎えに戻れば朝ごはんの準備もしていただけるといい話ですよ。そしてお食事会場ですよ。全部、ね、準備してやって、ちょうど焼き魚が今焼けたところだそうです。コロナ禍で直接の説明ではなくて、これメニューをここに用意する形になっているということですけど、映像を作る分には素晴らしいですね。僕の
アレルギーをですね、僕何も言ってないんですよ、まあ、何も言わないのが悪いと思うんですけど、何も言ってないんですけど、動画見てね、僕のアレルギー事情をなんか どうやって調べていただいたのか分かんないですけど、知っていただいたみたいで、これ特別にこういう炊き合わせっていうのかな、変えていただきました。もう本当びっくりするぐらいいろんな音を聞かせていただいてね、こんな申し訳ないなと思っちゃうようなことがあるんですけども、素晴らしいものがいろいろ来ますわ。これだし巻き卵ですが、今できたばっかりだから冷めないうちにいただいた方がいいかもね。まあ、冷めても美味しそうですけど、これ鶏肉の山椒煮だそうです。絶対うまいだろうな。うちでもこういうの作れるようになりたいんですけどね、こんな素晴らしいもの、だしを食べてる感じだ。なんでこんなに場所によって大きな差があるんでしょうね、不思議なことだよ。京都はお豆腐が名物なんですけども、これ今湯豆腐にしましたのかな、うん、出来立てって書いてありますからね、本当に多分今できたばっかりなんだと思うんですけど、ふっくらしててうまいですよ。これ美味しいね、うん、お醤油もこれつけるタレの類も全部オリジナルのようです。あ、これいいわ。ご飯にこういう好きなもの、美味しいもの乗っけて食べる楽しみがあるよな。京都は漬物が本当に美味しいですからね、そこら辺のコンビニ弁当のおまけで入ってる漬物とまるで違う食べ物ですよ。その後ね、用事があって京都駅の方へ行ってたんですけども、まあ、それ帰ってきたら、ね、今11時ぐらいなんですけど、なんか晴れてるんですよね。晴れるんだ。なんだこれだったら今日中に別に最終目的地の大阪に予定通り行かれたじゃないかと思うんですが、1日10円させたわけですけどね、それはなんでかって言ったら今日台風が来るんで大雨予報だったんですけど、実際蓋開けてみたら台風が変な方向にそれていったんで、まあ、このように天気がいいわけですが、まあせっかく手に入れた晴れですよ。京都を観光するって言って昨日できてませんから、今日は京都観光に当てましょうね。これがいかに素晴らしいものであるかというのを視聴者の皆さんにね、まあ、簡単に専門用語を出しながら解説してみようと思いますが、これ下ですね、この土をね、これを選ぶっていうのはね、もう分かってる人、これソイルっていうんですけど、土を焼き固めたやつで水草の生育にはこれがぴったり、弱酸性の水になります。それからね、この下に敷き詰められているこれも相当時間をかけて、ね、根が深くこう入るまで丁寧に丁寧に栽培されたものなんですよ。グロストスティグマっていうんですけどね、これもうちょっとね、親指と人差し指で輪っか作ったぐらいのところで、まあ、1000円とかするぐらいの結構高級な水草ですから、これビチッと埋めておりまして、で上のこの水草なんかにも、ね、苔がついてないし、光の具合とかがちょうどいいんでしょうね。ここ玄関外の明かりがこう入ってくるところですから、それでねこんな風に維持できてるのは本当にすごいことです。苔一つなく、これ掃除するの大変だと思いますよ。これ綺麗、本当宝石みたいないい作品ですよ。今日はその風情あふれる京都市内を乗り慣れた自分の高性能電動アシスト自転車を使って自由に回れるというんだから、こんなに贅沢なことはありません。もう交差点に行って、例えば河原町三条とかそういう風に書いてあったら、もうそれだけでね、京都来た甲斐がありますよ。その看板見て帰るだけでもいいわ。こういった素敵な場所に来ておりますので、今日は東海道53次のそのゴールの地ということもあり、この京都旅や道に関して関係するようなところを多めに回って楽しんでみようと思います。まずはやはり東海道の旅ということで、その終点であります三条大橋を目指しています。今ここにあります橋は四条大橋です。これも今京都の街の中で中心的な役割を果たしているところ、この向こう側に河原町通りというのがありまして、そことこの私が今脇に並行しております、この四条通りとの交差点が有名な四条河原町ということになります。ただ実際にはこの辺り周辺のことを四条河原町と呼ぶのが普通です。京都は原子爆弾の投下を目的地となったこともあってか、割と古い建物が多く残っています。もちろん平安時代とか鎌倉時代とかそういう古い建物もありますが、それだけではなくて人口100万人を掲げる日本でも有数の大都市ですから、戦前に作られたような近代的な、しかし現在では貴重となった古い建物も多く残っているわけです。京都市内で一番の繁華街ということがあって、観光客だけではなく市民の多く集まるところです。
ここから川上を眺めますと、一つ向こうが三条大橋です。奥の山並みが霞んで、今日は特に素晴らしい眺めです。日々のトレーニングや創作活動、家族同士での団らん、男女でのデートなど、いろんな目的で使われておりますこの鴨川の岸ですが、実際昔からフリースペースとして使われていたことがかなり多かったようでして、例えばここ発祥の文化としては、出雲の大国という人が始めた歌舞伎、これは現在にでも続く日本の伝統芸能で、男性しかやることがないとかなっておりますけれど、もともとは女性がこの岸で始めたことだったそうでした。それから有名な落書きでは、この頃都に流行るもの、夜打ち、強盗、偽臨時、これで始まる四条河原の落書きというのがありますけれど、後醍醐天皇の政治をこんなんじゃダメですよというふうにですね、匿名で批判をした、この辺りになされた落書きも学校で必ず習うものです。カワウがね、今ちょうど潜ったところですよ。そろそろ出てくるんじゃないですか。息が長いね。あ、全然違うところから出てきた。あんなところで出ましたよ。流されながら魚探してるんだな。またそろそろ潜るでしょう。取れたようには見えなかったからね。こういうのを見るだけでも京都に来た価値があると思います。お寺見るのもすごくいいですけどね、それだけじゃないような気がします。京都市内で縦の移動をする場合、可能であればこの鴨川岸を行くのが一番早いかと思います。信号の影響を受けることがないですからね。場合によってはバスをもしのぐ高速で移動できる可能性があります。ここで私は自転車を使ったのは初めてなんですが、結構乗ってる人がたくさんいるから、まあ多分問題はないんでしょう。やってきました三条大橋。右手が東京方面で、左手はまあ別に言う必要はないと思いますが、三条河原町。ここから今日の工程、まあ、自分なりに私が適当に考えた工程ですけれど、楽しんでいただければと思います。ちなみに上はあのように木製となっている橋ですが、下はこのようなコンクリートで作られた頑丈なもので、増水とか洪水みたいなことがあっても、まあそう簡単にはやられないでしょう。ちなみにあそこ草がですね、たまにこのように生えていて、流れの緩やかなところがあり、今ちょうどカモがいて、まあ、まあまあ大きくなっているけど、まだ右は子供なのかな、こんなのがね今集っているところです。立派な綺麗なオスもおります。カモがいるからカモ川なのかは知りませんが、ともかく自然観察の場所としても本当に楽しいところです。あれ一遍見たいと思ってたんですけどね、つい見ることができて何よりです。求人バニラって書いてあって、ちらっとだけ見えましたでしょうか。あのバニラの求人っていうのはいろんなところでやってるわけですけど、京都ではその街の景観に配慮してああいう風な、厳かな和風のものにしてると。それで広告効果があるのかなっていうのは不思議なんですけど、まあ、逆にああいうものを作った方が話題になって広告効果があるのかもしれません。さて3日ぶりに来ました。ここが三条大橋です。これより向こうが東海道日本橋方面、しかしここで終わりです。ここから先、都の中にはこの橋を渡って入ることになりますが、お恥ずかしい話なんですけども、さっきねここの下を自転車で通過していったわけですが、この上に上がってくる方法がなくて、ずーっと下を延々と行って、そしてかなり先、まあ、琵琶湖疎水とかの合流のところまでですね行かないといけなかったので、結局、まあ、急がば回れという感じでしたけどね。まあ、ともかくこのような立派な木製の橋、まあ、下の部分はこういう風になっていても、上は昔ながらの雰囲気があって京都にふさわしい素晴らしいものだと思います。こんな風に説明の部屋が書いてあるわけですけれども、これ見ますとですね、また図星は天正と昭和のものが混用されてと書いてありますが、天正というのはこれは要するに戦国時代が終わるかどうか、まあ、ちょうどそういう頃の元号で織田信長が作ったやつでありまして、まさにそういう時代から少なくともこの橋の上の部分の飾りが長らく受け継がれているのだと、これだけでもすごいことです。実際その義母子を見つめてみますと、左に豊臣なんとかとか書いてある、まあ、これよく知りませんけれども、相当これは確かに古いもの、これをね当たり前のようにペタペタできるんだから、このやっちゃっていいのかなと思いますけどね。それからここに書いてある文字、まあ、多分なんですが、これ洛陽三条って書いてあるんだと思いますけれど、洛陽というのは中国のあの大きな都としても何度も活躍してきた都市でして、なんでここに中国の町が書いてあるのかといえば、この京都の町の仕組み5番の目の町割りが中国の都洛陽を参考にして作ったものであるからです。まあ、平城京とかも全部そうですが、それのまあ情報性、横に敷かれた道の王子の3本目三条、そこにこの橋が架けられていて、この橋は
こういった動向でといった解説がまあ多分これされてるんだろうと思うんですけれども、まずその前にいろいろあります。この擬宝珠のもう一つの見どころを皆さんに紹介しておきますと、これですね、ここに傷がついております。この擬宝珠も天正に作られたものですから、要するに江戸時代をフルに経験しているということになるんですが、この刀傷は江戸時代につけられたものだと、そういうふうな話が伝わっていて、このすぐ近くにあります池田屋、まあ、そこでですね、幕府を倒そう、尊王攘夷をやろうという人たちが、京都でクーデターを起こすことを検討していたのですが、ちょうどその中にそれを見つけた新選組が割って入って、その人たちは逮捕されたり殺されたりしたと。その時の事件の寺田屋、間違えました、池田屋事件の名残がこれであるということが伝わっています。実際本当にそうかというのはちょっと分からず、多分証拠もないだろうし、ただ言われているだけだろうと思いますが、まあそういうだと信じておいた方が少なくとも楽しみとしては面白いんじゃないかと思います。この三条大橋のすぐ近く、三条河原では昔から晒し首をよくやっていたそうでして、まあ、特に有名なのが豊臣秀次と、あとは石川五右衛門の釜茹でもここだったかな、あとそれから石田三成とか、そのあたりがまあ有名かと思いますが、徳川家康と戦った石田三成の首をここに置いて晒し首、豊臣秀次、豊臣秀吉に対して謀反をかけたという疑いを吹っかけられて切腹させられて、家族もみんな殺されて34人だかここにずらーっと首を並べて、鴨川はその時赤く染まったそうです。そういったグロテスクな無事らしい光景もきっとこの擬宝珠は全部見届けてきたに違いありません。今三条通りから少し北上してきまして、前方に二条通りがあります。もともと京都の町は一番上の北大路に始まり、そこから先を、横向きに伸びる10本の通り、1条、2条、3条、4条、5条、6条、7条、8条、9条、10条の道で区切って、そしてまた縦にも朱雀大路など大きな太い道を作って、そして5番の目のような形の町割りにするという仕組みを取っていました。ですから私は今横に区分けをしている2条通り、上から2番目の横向きの筋を通っていくということになるわけです。これをずっと横向きに行き止まりになるまで行ってみようと思います。じゃあどんどん行こうと思いましたが、早速寄り道です。これですね、パンを買いました。枠にデイリー山崎があるんです。なんでそんなんでいちいち寄り道するんだと思うかもしれませんけども、実はあの京都名物の一つがパンでございまして、まあ、名物というか知りませんが、京都の人はねよくパンを食べるそうです。なんでか知らないですけど、今泊まっている国会館お花坊の旅館のおかみさんに伺ったところ、ハイカラなものが好きなので、こういう新しいものもかなり普及しがちだと。滋賀県民もパン好きらしいですね。83円で揚げパンを買いました。美味しいですね。揚げパンは東京蒲田発祥なんですけどね。ともかくデイリー山崎で焼きたてパンが食べられる、まあ京都府内もしくは京都市内特有のものではないのかもしれませんが、私は初めて見まして、京都市民の趣向を考えてなされているサービスなのかもしれません。それでは美味しいパンも食べたところで二条通りを出発です。さっきの説明の通りであれば、二条通りはまっすぐ京都の反対側まで伸びていく道であるはずです。そうでなければ五番の目の形とは言えません。ところが進んでみるとすぐに二条通りはもう右に大きくカーブをするような形になっています。全くもって5番目の目の様相をなしていない。むしろくねくね曲がっていて、早速どこが二条通りなんだかわからなくなってしまいました。これかな、本当にわかんないんですが、調べてみるとまた周りの建物の名前などからもここが二条通りで間違いないようです。左側のお店も二条と書いてあるし、右側も整骨院は二条整骨院となっていました。でも本来まっすぐ横に伸びていく道であるはずなのに、途中で曲がりくねったり、またさっきの三条通りと比べてこの二条通りは随分狭いということも分かります。本来三条通りと二条通りは同じような地位であったはずですが、その大きさも違うし、なぜこういう風になってしまったのか、これは度重なる戦乱で京都の街がもうことごとく焼かれてしまっているからです。鬼の乱で全部なくなってしまったり、はまぐり御門の変でまたいっぱい焼けたりというのがあって、もともとの価格なんかもうめちゃくちゃになって、それでもう一度昔の再現をし直して今の街割りになっているというわけです。
中国ではもともとこのような五番の目の形の街を作るのが効率的だと考えられていたんだそうでして、現在でも明治になってから開発をされた北海道などの街割りではこの情報性を見ることができます。せっかくこの二条城がかつての京都の中央にあった大通り須坂王子の後にほど近いところにありますから、ちょっと自転車を漕いで行ってみようと思います。ともかく着きました。ここで二条通りは終点です。その終点の先には何があるか、立派な石垣があります。二条城です。昔から二条には武士の、それも織田信長とか豊臣秀吉とか徳川家の立派なお城があったそうですが、今ここにあるのは徳川家のもので、ただあそこに菊の御紋がついています。これは明治になってからここが皇室に召し上げられて離宮として使われるようになったので、あそこに御紋がついているわけですが、前に台風で壊れた時にちょうどあれが剥がれて、その下に徳川家の葵の御紋がついているのを私も見ることができました。前に来た時、2年ぐらい前でしたかね。あれは悪いけどラッキーだなと思いましたよ。ここには何度も何度も将軍がやってきました。特に江戸時代の初め頃、将軍に就任する儀式を徳川家光の時まではやっていたそうです。それから徳川家光は京都に将軍、江戸幕府の権威を示すためということもあったんだと思いますが、大阪夏の陣でもやるのかよというぐらいの豪勢な30万人もの軍勢を引き連れて、そして二条城にやってきたそうです。徳川家康が将軍に就任するとき、そして徳川慶喜が将軍を辞める大政奉還をしたときも、どちらもこの二条城で行われておりまして、江戸時代の最初と最後を飾った大変象徴的なお城です。ところどころに当時の葵の御紋が残っていますが、一方でその下など目立つところには菊の御紋もやはり取り付けられています。見事で立派で美しいお城だと思いますが、そして大変権威あるお城だと思いますが、徳川家光の時代が終わってからはこのお城を徳川家の用事で使うということは200年間の間ほとんどなかったようです。だからずっとただ置いてはあるけれども使われない京都の出先機関だったというわけでした。それは幕府の権威が十分に高かったので、朝廷の方から使者をこちらで使わせるということをさせれば十分で、わざわざ将軍から京都の方まで大勢の面倒くさい行列を組んでいく必要はない、だからおそらくは使わなかったということだろうと言われているそうです。いよいよ幕府がやばいということになってから200年ぶりに徳川家茂14代目の将軍が東海道をずっとやってきて、そしてこの二条城を使いました。その時に天皇がまた何百年ぶりか宮中から出てきて、そしてここで将軍と会って会見をするということになったんだそうです。ちなみにその200年ぶりに53次の旅をした14代将軍徳川家茂は結構歩くのが好きだったみたいで、かなり長い距離を1日に何十キロもわざわざ加古から降りて外の景色を楽しみながら歩く、そんな旅行をしながらこの二条城にやってきたそうです。ただあまりにも時間がかかるので最初の1回目は歩いてきましたが、2回目以降は幕府がイギリスから買った蒸気船を使って江戸から3、4日でここまでやってくることができるようになったそうです。だからもう幕末とかになると本当に急ぐ用事だったら船を使っちゃっていたから、それがもう新幹線とか今の飛行機に当たるようなものだったんでしょうね。すごい、誰でも言えそうな感想で申し訳ないんですけど、こんな立派なもん作っといて使わないんだったら作らなきゃよかったのにねっていう気がするんですが、まあでも家光の時代は金めっちゃあったからそれはそれで良かったんですかね。経済政策みたいなのにもなったのかな。まあ実際江戸時代の最初と最後には大活躍した場所であるのは事実ですからね。キノコ、二条城はねキノコがいっぱい生えてるんですよ。ちなみに徳川家光の頃とか30万人とか極端な異常な数のですね軍勢を連れて二条城へやってきたというのは前半の話でして、江戸幕府の終わりの頃になると、例えば徳川家茂の行列というのもあったんですが、将軍が京都に入るという大事であるにもかかわらず、その行列の数は3000人4000人そのぐらいの数だったりとか、やはり昔ほどの威厳ある様子ではなかったそうです。まあでも今の価値観でものを言えば3000人4000人って十分に異常な数ですからね。いやもうそんぐらいでいいんじゃないかみたいな幕府の考えがあったんじゃないかなと勝手に想像します。30万人もの、ね、人数を当時日本の3番目に人口のあるこの京都の町にいきなり持ってくるなんてことになったら、町はかなりパニックになったし迷惑だったんじゃないですか。明治になって国のもの、皇室のものとなった二条城ですが、京都にはもともと京都御苑がありますからね、そこは離宮として使えばいいわけでして、別にいらなかったんじゃないですかね多分、現在は京都市のものということになっているそうです。
だからこそ私たちもこのように気楽に二条城に入って入館券を買って見学することができるわけです。しかし京都にはまだまだ一般の人は立ち入ることができない、いや少なくともそう簡単には立ち入ることができないような観光地といいますか文化財なども多く残っています。次はこの二条城よりもずっと前から、古くは平安時代からずっと天皇もしくは皇室朝廷のものとして使われていた京都御苑に向かってみようと思います。ちなみにこの二条城ですけれども、まあ、大体ですねよく見るような観光マップの配置とかと、まあ、こんな感じになるのかな。ここに京都駅があってね、こうやっていてこの左側に二条城があって、まあ、右側に鴨川が流れていて、ここが御所 で金閣寺とかこう離れていけばありますよみたいな、まあ、そんなイメージかなと私は勝手に思ってるんですけども、まあ、実はあの京都の街中のですね、元々の中央の大通りというのはこの二条駅のあたりに通っております千本通りということになっておりまして、まあ、実はここが真ん中です。でこうやって見るとこの地図で言えば画面の右側のこのあたりにですね観光地がかなり集中しているということになるわけです。実際こっちの方が圧倒的に賑わっていて、まあ、この左側を天皇から見た場合では右側ですからここを右京というんですが、右京と左京では賑わい方とか観光地のその数などに差があるように見えます。立派な立派な二条駅、今特急橋立号が停車中です。この手前車が次々左へ今曲がっていきます。この大通りが千本通りです。京都市内でも数ある大通りの中の一つで、実際車の往来はご覧の通り活発で、人々もまた颯爽とここを行き交います。なんですけども、かつてここにほとんど同じような向きで存在していた朱雀大路はこれよりもうんと広かったそうです。千本通りは京都の中でも割と立派な道であることは確かだと思いますが、しかし決して都の真ん中をズバッと貫いていくような道という佇まいではありません。ちょうどここにいろいろ解説書きなどもあるんですが、この付近平安京内裏朱雀門の跡と書いてあります。ちょうど昔の地図などもここに載っています。朱雀門というのは要するにこれから先が本当都の中心部というところで、そこの入り口の門、それがまさにここに立っていたそうです。そして現在の省庁のようなですね、様々な部署がこの周りには並んでいた、まさにここが京都の中心だったようですが、現在はその面影は特にありません。平安京として始まった時、ここに置かれていた宮殿はとりあえず鎌倉時代までは何度か全焼とかしたりしながらも、とりあえず一生懸命建て直してかろうじて体裁を保っていたようですが、後鳥羽上皇と幕府が対立して、そして幕府北条高時が勝った、上級の乱でこの辺りの宮殿が全部燃やされてしまいまして、それからはいよいよもう再建されるということはなかったそうです。じゃあボロボロになってしまった宮殿を放棄して時の天皇は一体どこへ移動していったのかというのを今から私も自転車に乗って見に行こうと思います。まあ、それが現在の京都御苑になるんですけどね、周りをマラソンの練習か日々のトレーニングかランニングをしている人がいっぱいいますが、これもまた神戸と似ています。周りがお堀端でその内側から人が出てくるということもないし、特に信号などもないからです。このようにしばらく行きますと立派な石垣に囲まれた京都御苑に到着します。現在でも宮内庁が管理をしている皇室関係の施設ということになっていて、実際に式典や、様々な行事が行われています。着きました。これが蛤御門です。蛤という名前はもともとはどうも別名だったようでして、金門という呼び方もあります。開かずの門という意味だったんでしょうか、それともあそこに皇族の住まいがあるからそれで金門だったのか分かりませんが、これも歴史的にさっき私がお話したこととつながりのあるもんです。これなんでハマグリというのかというと、警備をしていたのが桑名藩だったからというわけではなく、別に桑名の焼きハマグリも関係ありませんが、今の皇居はもともと江戸城ですから、まあ、お城スタイルということになるのも当たり前ですが、ここは別に元からお城だったわけではなく、まあ、むしろただの、まあ、天皇の居所というか別に軍事施設でもなかったので、防衛のことはいろいろ考えてやってはいたでしょうけれど、お城とはまた違い今では公園のような雰囲気です。自転車で中に乗り入れることは問題がないようです。どうもこの門はずっと開くことのない開かずの門だったらしいのですが、ところが江戸時代の中頃にあちらの、これはまさに今でも、国の施設として現役で使われているものですが、あの御所の中で大火事が起こったらしく、そしてそれからの、まあ、緊急避難的な感じでこれを開けることになりました。でいつもはもう絶
対に開かないもんだったのに火で炙ったらば常に開いた、まるで焼きハマグリのようですね、ということでハマグリ御門と呼ばれるようになったとかいう話がありますが、この門の見どころはこれです。扉のところに大きな穴が開いております。まあ大きくはないかもしれませんが、指入れてもいいのかな、このぐらい指は普通に入るぐらいの穴です。そんなに深くもないですけれど、扉にも開いているし、それからこっち、ここにもですね、壁に穴がポツポツと開いております。反対側にも開いています。これ何なのかと言いますと、日本史で習った方が、まあ、多いかなと思うんですが、金門の変もしくは浜栗御門の変というあの戦争がですね、ここで事件が起こりまして、さっきお話ししましたあの三条大橋のところに刀傷がついてるって言ったあの池田屋事件、まあ、それを聞いてですね、怒った長州藩の人たちがもうこれはやるしかないぞと言って武装蜂起をしまして、そしてこの地で、ここを警備していた桑名藩とか会津藩とか、それと、長州藩の侍たちがお互いに打ち合ったりなどをする戦争が起こったんだそうです。幕末の話です。その時の弾丸は今でも普通に残っていて、このように普通に見ることができます。平安京の宮殿が燃えてしまった後、移転したこの地には様々な施設が作られて、この中で公家や皇族などが暮らしているということになっていました。例えばここ有栖川の宮邸跡とか書いてあるし、それから他にもまあ誰とかの誰とかのこのお家がどうこういろいろ書いてあるわけです。まあ、例えばこれも公家の有名なあの西園寺金持ちなど有名ですけど、西園寺邸がここにあったり、官員の宮邸はここ、それから周りにも藤原氏の家があったりとか、もうそういった話が尽きないところです。あ、これ近衛邸跡ですね。これも藤原氏。平安時代に作られた平安宮が壊れてしまってからは、燃えてしまってからは、この土地に皇室や公家などが移転してきて、そして政治のための施設とか、それから皇室、公家の生活をするための、まあ、要は住居とか、そういったものが並んでいました。現在では三宅や摂関家の家は全部なくなってしまいましたけれど、それでもこの中が一つの町になっていて、やはり五番の目のような町割りがなんとなくなされていたのを見ればわかります。ちなみに江戸時代の中頃は天皇はこの宮中といいますか、まあ、御所の中から一度も出ることなく生涯を終えるということが普通だったようです。今回の53次の旅では至るところで明治天皇がここで休憩をしましたという石碑を見ました。多分紹介していないものが大半ですので、私が見ただけでも40とかそれぐらいはあったんじゃないかと思います。休憩しただけでなんでそんなになるのか、天皇が東海道53次の旅をするというのは極めて珍しいことだからではないでしょうか。ちなみに今ここ自転車乗るのが禁止されてないみたいなんで注意しながら進んでますけど、砂利道ですからね、ちょっとこれやりづらいですよ。まあ、皇居の桜田門のところもこんな感じになってて、特に走るのは禁止されてないんでよく漕いで走るんですが、うまくコントロールしないとずれるかもしれませんからね。でもやっぱり信号もないし周りに人もいないし、中には一応土地の区画があるとは言ってもかなり思いのままに走ることができますので、爽快感はかなりあります。ここ誰かの作ってくれた輪立の上を行くのがいいな。あ、快適快適、これがいいな。早い早いぞ。他にも頑張って走ってる人いますが、皇宮警察も特にそれに文句は言わないようなので、安心して自転車を漕いでいくことができます。さて一旦止まりました。これは建礼門です。日本にある門の中で一番くぐるのが困難じゃないかと思いますが、天皇か皇后か、まあ、私は天皇皇后しか通れないんだと思ってたんですけど、もしくは国家元首であれば通れるそうです。日本では天皇皇后は現在国家元首ということにはなっていませんが、例えばアメリカのトランプ大統領とかだったらおそらく通れるだろうと思います。これは正門ということで、まあ、普通にあるからただの門なのかなと思いきや、悪その姿を見ることすら困難な、まさにさっきのハマグリ御門を超える開かずの門と言っていいんじゃないかと思います。さてそしてこのさっき私が言った和立ちなんですけども、これね、あのいろんな人がこれを共有していくということが分かりまして、どうも京都市民が頑張って作り上げた一つの便利な道筋のようです。みんなここを通っていくもんだから、そしてここに道が作られて自転車は安定してここを通ることができるようになっているわけです。だから太いんですね。私もここでそれをありがたく利用させてもらいつつ、後の人のためにこの道を固めていくことにします。こんなことが日本で一番格の高い施設の門の入り口の前で行われているっていうのはまた面白いですね。結構スピード出しても大丈夫だなと思ってるとこけるかもしれないけど、あ、普通にスピード出しても大丈夫だ、これ楽しいな、こんな
御所の中はね、御所の中ではないですけど、御苑の中をこんな風にバンバンスピード出していける。あ、ここからも対向車が来たな。こういう時はお互い道を譲り合いましょうね、ある程度の時に。面白い文化だ、初めて知った。こんなさて、将軍の使う二条城と天皇の使う京都御苑を紹介しましたので、じゃああとは侍の側がいかにして天皇側を監視していたか、そして東海道を抑えておくことの重要性というのを皆さんに知ってもらおうと思って、最後に六原丹大と知恩院を紹介しようと思ったんですが、もうこのように暗くなってしまいました。まあ暗くなっても紹介できるはできるんですが、無理して今日行くほどのものでもありません。だからもうここからは話を切り替えて、まあそういった真面目なのはまた明日の朝から見ることにして、今からどこがいいのかな、河原町かもしくは祇園の方か、どちらかに行ってみようと思います。舞妓さんにお願いして何か待ってもらうというのもいいかもしれませんけど、私全然そのやり方がわからないから、まあきっと向こうもやり方がわからない人のことを想定して何か分かりやすいプランみたいな組んでくれるところも中にはあるんじゃないかとは思うんですけど、ちょっと失礼があってはいけないからと思って、あまりそういった経験をしたことはありません。今二条通り、とりあえず四条河原町の方まで行ってみようと思います。でも四条通りはあれか、自転車禁止なんですよね、走れないわ。今私が南下してきたこの道を河原町通りと言いまして、この河原町通りと三条通りもしくは四条通りとが交差をするあたりは大変栄えます。ここがいわゆる三条河原町で、もう少し行けば四条河原町です。どちらもまあこの辺りに行けば間違いのない賑わっている場所です。ただ私が見るにあまり観光客向けではないのかなと、この辺りについては思います。まあ、例えばびっくりドンキーとかメガネ屋さんとか、普通に京都市民が多く訪れるようなところです。観光で行きたいなら、予算があるなら三条四条ではなくて、やはり祇園の方まで行った方がそれらしいものを楽しめるんじゃないでしょうか。旅籠茶屋池田屋と書いてあります、あの居酒屋は、もともとさっきから説明している池田屋が存在をしていたその場所に立っています。ただ当時とは全く関係はないそうですし、多分旅籠でも茶屋でもないんじゃないかな、普通に居酒屋ですからね。前方に祇園四条の駅があります。京阪電車の地下の駅です。右手に四条大橋があって、これより左手がいわゆる祇園と呼ばれる地区です。さっきも紹介しました出雲の奥にの銅像が、ここには随分大きく掲げられています。ちなみにこの四条大橋のたもとに立っております歌舞伎をやる劇場南座は、江戸時代、いやそれ以上前かな、出雲の奥にの時代からずっとここで営業をしているという、おそらく日本で一番古い劇場になるかと思います。もちろん建物は改まっていますが、それでも戦前に作られたような古い建物があって、劇場そのものが重要文化財になっているそうです。まさにこれから先遊びの場所である、そんな雰囲気です。四条通りを一番東の端まで行きますと、あそこ八坂神社に当たることになっていて、だいたいその表参道周辺を祇園と呼んでいるようです。多分もうちょっと厳格な区分があるんだと思うんですけど、私はすみません、それ以上はあまり詳しくありません。人が本当に多いここは、とてもじゃないけど自転車が乗れるような場所ではありませんし、多分禁止されているんじゃないかと思います。じゃあ車道行けばいいじゃないかと思ったんですが、車道行くことも、どうも禁止されているようでした。表通りはとにかく人がいっぱいで混んでいるというイメージですが、裏に入るといろんな姿があります。新宿歌舞伎町のような道もあるし、このように風情のある道もあります。どうしてこんなに雰囲気に差が出るのかは分かりませんが、この辺りは確かにあまりにも厳かで、うかつに近寄ってはいけないような、なんか失礼に当たるんじゃないか、そんな雰囲気がプンプンします。というか実際に失礼に当たるんじゃないかと思うんですけど、どうですかね。自転車を置く場所がありません。だからこの辺りに、まあ、あれば別ですけれど、ちょっとこのまますぐ立ち寄るということはできないのですが、それでも漕ぐだけでかなりの充実感を味わえます。ここは前にも来て、あ、本当に素晴らしいところだなと思いながら見ていましたが、あの重要伝統的建物だったら保存うんぬんみたいな、あのよくあるね、あの石宿とかのところでも皆さんに紹介しましたけれど、ここもそれに指定されているところなんだそうで、自動車および自転車など普通に通行することができますが、江戸時代から明治時代にかけて作られた古い建物がずらっと
並んで保存されている本当に壮観なところです。さっきの道からもう少し進みましたが、道一本隔ててこんな街並みに変わってしまうんだから面白いことです。でもそうだけど、ところどころにはもしかしてさっきと同じ江戸時代だか明治時代からずっと変わっていないのかなみたいな建物がこんな街中にも残っていて、この左のこれみたいにね、これがまた面白いですね。実際どうなのか分かんないけど、さあ、そして大変素晴らしいことに、祇園にも自転車置き場はちゃんとありました。そのまま新宿の歌舞伎町周辺にもあるんだからあるか。フルーツ自転車パークです。可愛い名前ですね。せっかくなのだから何か美味しいものを食べたいという気持ちは強いんですけども、昨日食べたごちそうが素晴らしすぎたからな。なんか7時ぐらいでもうすでに人手が減ってきてるもんな。前はこんなことなかったから、やっぱりお客さんは相当少ないぞ。まあ、多分なんですけど、表通りよりは裏通りに入った方がいいお店があるんじゃないかな、こういうところは。このライクのどこかに、これから行くにちょうどいいところがあるでしょうね。とてもいいところなんですけども、やはり入りづらい。まあ、実は一箇所だけ行きつけっていうかね、私の視聴者の方がね勤めていて、で前に行った時に、あ、またどうぞ来てくださいって言ってもらってるとこあるんですけど、今日はちょっとね都合が悪そうなので、それで食事も済ませてきたんですが、今回はね紹介するのはちょっと控えることにしました。というのはあまり質の高いものじゃなかったかなと思ってね、皆さんにおすすめすることはちょっと難しいからです。まあ、じゃあおすすめできませんよっていう紹介の仕方をするっていうのもまあありかなとは思うんですけど、それはそれでこんだけ知名度があるとお店にも悪いので、まあお店もいろんな事情があって今コロナで困ってるってこともあるかもしれませんので、まあそこは紹介しないで、まあ触れないという方向でいこうかなと思うんですけども、あのね9700円ぐらいの料理を頼んで食べたんですけど、これは2600円ぐらいで食えるんじゃないかと、観光地価格加味しても3500円ぐらい食えるんじゃないかなみたいなね、そんな感じのね内容でした。お店の人すごい親切だったんですよ。で私個人的には別に悪い経験じゃなかったと思いますけど、ただ京都に来てこういう雰囲気の中で、思い出の食事奮発してしたいという人が私の動画を見てここに行くなんていうことがあったら、その人に悪いなと思ってね、ちょっと紹介するのはできないなというのは正直な感想です。私が美味しいとか素晴らしいとかいうことには責任が伴うのかなと思いますので、そこはきっちり責任持ってやんないといけませんね。正直今まで無責任なレビューみたいなのをいっぱいしました。まあ、特に企業案件じゃない個人的に作ってる映像ではいっぱい別にそんな美味しくもないなと思いながら、あ、美味しいですねみたいなことを言ってましたけれど、もう今後はやめようと思います。だから僕の食レポが面白くないとかまずそうに見えるとか、その見え方の問題はあるかもしれませんが、でもね喋ってる内容については安心して聞いてもらっていいですよ。本当のことしか言いませんから。ただここはまずいですって言うわけにはいかないんで、まずいなと、これは値段に見合わないなと思ったら紹介するのをやめるということをします。まあ、それに良かったですよ、昨日からお世話になってるお花坊さんの食事が本当にこれは美味しかったんだなって今になってみて分かりましたからね。一日越しに美味しさをもう一度感じることができるなんて素晴らしいじゃないですか。八坂神社の表参道まで来たんだから八坂神社にも寄ってきましょう。もう八坂神社というのは前は祇園神社と言っていたそうなんですけれども、まあこれちょっと考えればおかしな話で、祇園というのは祇園精舎というところから来てるわけですが、完全に仏教の用語でして、仏教なのかそれとも神道なのかよく分からないという状態になっていました。これは明治時代までのことで、明治になってからは廃仏毀釈神仏分離令ということになりまして、ここはきちんと神社として改めてやることになり、仏教の神様のようなものをよくわからないものを祀っていたのを改めて一つにまとめて、スサノオノミコトなど神道の神様を祀るということになったそうです。正直それ以外のことは何も知らないんですけれども、久々に来たけどこんなにいい雰囲気だったんですね。ただ歩くだけでも楽しいじゃないですか。平成9年って書いてある。厄年か。今より悪くなることがないんだったら別に構わないですけどね。なんか GoPro とかそういうの持ってる人がすごく多いな。僕も持ってきてるんですけど、 YouTuber に人気があるんだ。へえ、ここ
ここに丁寧に書いてありますけれど。なるほどね、スサノオノミコトってのは有名ですけれど、神仏集合ってことでこの五頭天王と深い関係があったんですね。これがあのさっき私が言ってよくわからないという言葉を使いましたけれど、要するに仏教と神道が融合し、明治の時代になるまでここで祀られていた神仏集合の神様のことです。そしてそれは疫病から私たちを守ってくれるとされる神様なんだそうです。へえ、なるほどね。というわけでこの八坂神社では最先端のすごいコロナ対策が行われてますよ。賽銭箱の上に手を合わせてください、鈴の音が鳴ります。それはすごいな。少ないですけどこう賽銭で体験してみたいわ。これに入れて、おおおお、すごいですね。しかもこんなに鳴らすんだ。これ神社が設定してるんだから、これが模範的な鳴らし方ってことでしょ。さあ、まあとにかく帰りましょう。まだ夜の9時になってないから自転車で車道に出ちゃいけないんですよ。四条通りはこれを気をつけないと。でも街の様子からしたらもう夜の11時を回ってるような感じですね。ちなみに今日行った2カ所の雰囲気のいい街並み、花見小路とそれから新橋通りの2カ所ですが、あの辺りにはたくさん市道での写真撮影は禁止ということで立て看板が立っています。で、まあ、それ自体はただ言うことを聞くだけでいいんですが、問題なのは一体どこが市道でどこが公道なのかがいまいち分かりづらいということです。床のタイルの色を見てね、公道と同じ色のタイルのところは大丈夫だろうと、それを私は撮影しましたけども、今ね、烏丸通り、烏丸五条ぐらいまで帰ってきましたけど、結構やっぱ時間かかるな。八坂神社のところゆっくり出て、まあ途中で自転車を押さなきゃいけないところを押したりとかね、お店なんか売ってるかなとか思いながら、ちょっと見ながらゆっくり走ったりとかいろいろしましたけど、でももう25分経ってるのか。9時からちょっとやることがあるからね。もうこうなってしまえばすぐですよ。車はあんまり通らないし、自転車はスイスイ進むし、夜の京都のいいところはこれですね。道がすごく広いから、昼間は混んでても夜になるとスイスイです。昼間はダメなんですよね、バスも全然進まないしね。圧倒的になんか道路の容量が足りてない感じがするんですけど、最近はそうでもないのかな。自分自身に帰ってきた感じだ。よし、風呂も遅い時間後で使わせてもらうことになりました。今日はねすごい満室らしいんで、ね、静かに静かに行きましょう。この湯加減がちょうどいいですわ。夕飯も早めに炊き帰ってきて、ここに食えばよかったな。結果はお湯がオーバーフローします。お花棒というだけあって、もう本当にいろんなところに見事な生け花がしてあるわけですよ。私あんま良し悪しを判断するような知識はないんですけど、これ作るのが大変だろうってのが分かります。でね、私今日家でひっくり返、家じゃない、自分の部屋でひっくり返してたんですよ。で、11時ぐらいに射出しますって言ってね、あの宿の人が来て、であのお花をね、変えていかれたんですけど、全部の部屋のお花毎日変わってるんでしょうね。よし、じゃあ寝ますよ。もうね、今日は着替えないでこのまま寝ようと思います。明日の朝も早いからね、朝から着替えするよりも最初からもちゃんとした服を着といた方がもう楽かなと思いまして、いよいよ明日最終日、大阪までですね、楽しみですね。自転車で長距離移動する、ここ数日やってなかったから、またなんかやって、最後にもう一回同じ体験をして、やっぱり自転車の旅行は楽しいですねと思って、それで終われるようにしたいと思います。電気、スイッチだけ入れました。それではこれまで、どうもおやすみなさいませ。